こんにちは、指原莉乃です。この度はですね、スターティアグループ様の CM に出演させていただけるということで、とっても嬉しいです。ありがとうございます。今回ですね、 CM に出演させていただくにあたりまして、いろいろとサービスについて拝見させていただいたんですけれども、私も一応プロデュースとかもしているので、ぜひちょっともっと勉強しようかなと、そんな気持ちになりました。各ツールのアイコンになっている動物たちとの撮影もとっても楽しかったです。この CM がクラウドサーカス認知のさらなる拡大のきっかけになったらとっても嬉しいです。私も皆様と一緒にクラウドサーカスが盛り上がるように、さらに私も頑張りたいと思います。指原莉乃でした。それでは CM ご覧ください。新規顧客増えないっすね。どうすんのよ。そんな時はクラウド、クラウド、クラウドサーカス。新規顧客はサーカスでサーカス。顧客を増やす全てがここに、クラウドサーカス。やってみなサーカス。新規顧客増えないっすね。どうすんのよ。そんな時はクラウド、クラウド、クラウドサーカス。新規顧客はサーカスでサーカス。クラウドサーカスならマーケティングオートメーション、ウェブサイト、データベース、電子ブック、動画、 AR、 ウェブ AR、 アプリ制作、スマホサイト制作もできちゃいます。いいかも。 AR からマーケティングオートメーションまで、顧客を増やす全てがここに、クラウドサーカス。やってみなサーカス。ダンスを、まあ、久しぶりでもないんですけど、久しぶりって言ってもなんだかんだで、なんだかんだ踊る機会があるので久しぶりではないんですけど、こういう派手な衣装を着て踊るのはすごく久しぶりだったので、すごい新鮮な懐かしい気持ちになりました。すごい、まあ、当然なんですけどプロなので、私が言うまでもなくめちゃくちゃ素晴らしくって、さらにあの着ぐるみっていうんですか、不思議な世界観ですごく可愛かったです。衣装ですかね。これあのグループの時に在籍してた時にお世話になっていた衣装さんに、久しぶりに1年以上ぶりに作っていただいたので、そこかなと思います。ないですね、これバラエティでこれ着てたらもうやばいですもんねそっちが気になっちゃうので、すっごい久しぶりでした。あ、でもやっぱちょっと時間が経ってるので、あの衣装を着るっていうのがすごく久しぶりだったので、ちょっと恥ずかしさの方が勝つかもしれないですね。あります。多分あの他の国の方が日本に来日してらっしゃる時に、まあ、大分県出身なんですけど、大分にも回ってきてくださって、その時に家族と行った覚えがあります。すっごい昔ですけど。あ、でもそれで言ったらシルク・ド・ソレイユもサーカスですもんね。シルク・ド・ソレイユの舞台とかは結構見てるので、やっぱり綱渡りというか、あのなんか命綱があるんだかないんだか分かんない状況でのあのハラハラ感はちょっと覚えてますね。ドキドキしてましたね。こんなことがだったらできるかもっていうのがあったら、私多分ここにいないと思いますね。多分サーカスしてると思います。ああ、あります、あります。多分その時して、子供の頃見に行った時にしてたんじゃないですかね。最近、まあ、自粛期間とかもあってずっと家にいたので、うち猫を2匹いるので、だんだんと猫に寄ってきてるのかなとは思いますかね。強いて言うなら、あの猫っぽいっていうか、うちの猫に似てるなっていうだけなんですけど、やっぱり生活リズムが一緒になるので、だらだら寝たりとかしちゃいましたね。人にですか。でも人と家に一緒に生活したことがないのでプライベートの時間あんまり見せることがないので、人には見られたことないですね。でも自分についても周りについても考える時間がすごく長くて、良くも悪くもですけど、たくさんいろんなことが考えられたなっていう、まあ、それが何かに活かせるかどうかっていうのも未だに分かってないんですけど、考えることは考えましたね。いや、もうこれはもう考えるですね。もうずっといろんな、もう暇じゃないですか皆さん。なので私もそうですけど、すごい暇な時間が多かったので、今年は本当に例年以上にいろんなことを考えましたね。あとデジタルマーケティング自体はもちろん聞いたことがあって、で私商品とかアイドルとかプロデュースしてはいるんですけど、そのいいと思ったものを作ってるだけで、それをマーケティングする人のは完全に任せちゃってるので、私も自分で何かやらなきゃいけなかったら頼みたいなって思いました。
まあ、この今年多分皆さん考えすぎた1年だったと思うので、いいことも悪いこともいろいろ考えちゃったと思うので、来年はもう何も考えずにポンと行動できるような1年になったらいいなと思っております。そうですね、だからやりたいことはバナナボートですね一生やらないと思うんでちょっとチャレンジしたいです。はい、お願いします。はい、お願いします。よー！カットいいですね、はい、うん、せーの、はい、せーの、はい、